演舞開演。どうも、本日もこちらミスローハンのパイを食べたいと思います。今日はいつもの自宅からの撮影です。3周目来ますね。さて、どれから行こうかな。まずはちょっとバジルが乗っているお野菜を感じられるこちらから行ってみたいと思います。中身なんだろう。いただきます。君はあのスープくんだね。クリームの雰囲気があって、でも甘いクリームではなく、むしろシチュー系のクリーム。ちょっと野菜やお肉の旨味も感じられたので、クラムチャウダーでしょうか。では続いてこちらをいってみたいと思います。いただきます。君は僕作ったことあるよ。その風味とほんのり香る旨味、間違いなくエビのリスクですね。リスクは前に作ったこともあるので分かります。そしてラストはおそらくデザート系っぽい。こちらリンゴはちょっとはみてるんじゃないですかね。どっちだろう、カスタードとチーズのどっちかあったんですけど、どっちかか分かりませんので、いただきます。あれは、あれ一口目じゃ、えどの最後のやつ、あれ、あれはリンゴチーズでした。どちらどのパンにサクサクで、中に入っているスープやジャムが程よいとろみになっていて、それをサクッと噛みしめるとパンと共に口に広がる、その旨味が広がります。これ一つでご飯もランチもそしてデザートもいけるなんて本当に美味しいです。パイ侮れませんね。トースト、ドーナツ、パイ、どれもおすすめです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。まあ、まだあるんですよね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。